ではケジャワゲメックスをあっやっていきたいと思います。今日はね2022年最初の一発目のイベント、バレンタインイベントの情報が出てまいりましたので、開催日であったり今年の新スキンと見ていきたいと思います。それでは本日もギターこちら、1つ目今年のバレンタインについて、2つ目新アイテムについて、そして最後にバレンタインイベントについてさっくりやっていきたいと思います。それではまず1つ目に今年のバレンタインイベントの開催日から見ていきたいと思います。でこれはね日本時間の記載になっておりまして、2022年2月10日から2月17日までとなっております。で一応ねこれはねアメリカ時間が基本的にはね公式サイトでは記載されているので、ここは日本時間で記載してます。で一応ポイントとしてはおそらくね深夜とか明け方とかで、まあもしワンチャン最近ねちょっと朝とかの7時とか8時とか、まあ普通にね、まあ結構起きてる時間帯のタイミングでアップデート行われたりもするんですが、まあ、ちょっとわかんないのでアメリカ時間の9日とかになってますので、実質日本時間の10日の深夜か明け方か朝かっていうところら辺なので、開始がねここは直前になんでってわかんないので、まあそんな感じ、まあいつも通りなんだけど、まあ、とりあえず10日から17日までやりますという感じになっております。でポイントとしては残念ながら、1週間しかないです。はい、なので、なんと1週間だけの寂しいですが、短めのイベントとなっております。でアクティブイベントに関しては V デイっていう形にかけばバレンタインデーがアクティブイベントになりますって感じですね。で1個だけ今回のイベントね、バレンタインイベントポイントなんだけど、ジェネシス2のワールドバフっていうのが無効になります。ミッションをクリアした時にゲットできる、まあ、例えばなんかインプリントの擦り込みの倍率が上がるとか経験値とかテイム速度とか上がるなんかワールドバフあるんだけど、あれに関してはねおそらくねなんちゃらかんちゃらね、まあ、説明文があったんですけど、まあ、俺がすっきり翻訳すると、まあ、どういうことかっていうと、バグを直せんくてワールドバフと重ねられてしまうと、イベントのバフがねそうなるとぶっ壊れるから倍率が、はい、なのでそういう感じでちょっと倍率がわけわかんなくなっちゃいますので、今回に関してはちょっとやばそうなのでバレンタインのイベントの適用に合わせてジェネシス2のミッションボーナスのワールドバフは無効になります。これはジェネ2をメインでやってる人、今やってる人はマジで気をつけた方がいいと思う。そんな感じで掛け算来るなみたいな感じの考えでいくと、ちょっとねそこね掛け算とかなんないから、まあ、例えば公式サーバーで3倍が来て、でさらになんかワールドバフでちょっとワールドバフの倍率が分かんないんだけど、まあ2倍とか 1.5 倍とか来て、それの掛け算とかになるのかなっていう計算してると、そうはならないって感じ。ワールドバフじゃなくてイベントの3倍っていう倍率のみしか適用されないって感じになるので、そこはねご注意くださいっていうような感じになっております。それでは早速新アイテムについて見ていきたいと思います。で、まあ、画像が出てるわけじゃないんで、まあ多分ね今回に関しては一応スキンがね水着だけっていう感じの、残念な感じになっております。はい、去年からね2021年からずっと続いていた、まあサマーバッシュかな、2021のあそこからなんかちょっと味を占めてガンガンね運営が重ねてきた、全身コスチュームの文化なんですが、バレンタインで終わりました。はい、っていう感じなので、残念ながら今回に関してはバレンタインはですねなんか水着スキンが新たに3つ出るだけなので、スキンに関してはちょっと微妙いかなみたいな、まあ、ただね一応今俺がかけてるんだけど、このハートのサングラスが去年出たので、まあこれがゲットできるチャンスかなみたいな、そんな感じです。はい、一応そのスキンの水着に関してはどういうのがテーマかっていうと、ベアハグっていうのなので、まあクマがハグしてる抱き合ってるやつなのかな、わかんないけど、まあちょっと許せないよねリア充で、うん、でカップル水着、あこれも許せないね、カップルの水着スキンだって、なんかここも許せない、わけわかんないな。で最後が竜脚類のハートか、これハートなんかちょっと よくないね、リア充な匂いがする水着スキンです。はい、3つもある。それでは次はチビペット行ってみたいと思います。でチビペットに関してはですね5種類新しいのが出まして、でその中でもイベント系が1種類っぽいんだよね。で残り4種類は今更みたいな、あ意外にチビペットいなかったんだっていうやつらが入っております。それではとりあえず通常恐竜から見ていきましょう。ペラゴルニスですね。はい、このイベントで言えばペラゴですね。はいでさらにシソチョウで、ガリミミスで、最後はカイクルペンギンですね。でペンギンに関してはなんかタクシードの帽子みたいなのをかぶっているイベント用のなんかチビペットのペンギンはいたんだけど、おそらくスノーノーマルペンギンは多分今回初めてなんじゃないかなっていうところで、カイクルペンギンが一応ニューってなってたので多分そうなんだと思います。で最後に新恐竜というかイベント恐竜はラブバードっていうのが多分ねイベントのチビペットで出るみたい。なんでこれ、なんか水着といいなんかチビペットといいなんか良くないね、うん、あラブバードらしいです。はい、という感じで次は、エモートを行ってみたいと思います。エモートはなんか面白そう、セルフハグだって、
なんかまあ、あ、でもセルフハグか。あ、じゃあ、セルフだ。あ、セルフハグか。なるほどね。セルフハグの妹だって。セルフだったら全然あれだね。泣いてないです。はい。ということで、次はですね、イベントカラー行ってみますか。で、イベントカラーに関してはね、最近よくやってるんだけど、イベカラーの恐竜をね、モッドで出して、今回のイベント恐竜はこんな感じの色ですっていうのをね、また後でやりますので、ざっとね、いう感じでいきたいと思います。上からいきます。ラベンダー、クリーム。で、次がミディアムラベンダー、ピンク、ディープピンク、ライトピンク、ダークレッド、レッドマゼンタ、ライトレッド、ホワイトっていう感じだね。なのでまあ多さ的にはピンクめっちゃ多い、赤めっちゃ多いみたいな感じかなっていうところで、まあバレンタインなんで、まあ結構ラブリーな感じっていうところじゃないかな。ガーナも赤いしね、うん、パッケージが、はいっていう感じだと思います。はい、ということでね、なんかまあまあチョコレートはどうせ来ないんですけど、僕の家にもはそんな感じだと思います。という感じで、ですね、イベカラーという感じに関してはそのような赤ピンクの中心の色となっております。で、まあ一応ね、今回の新商品としてはね、なんかね、やっぱり1週間イベントだからそんなにね、なんかイケてるのというか力の入れようがそんなないかなって感じ。なんかね、最近のイベント2021年からの流れとしてはイベントごとにムービーとか作ってたんだけど、そのムービーもないし、で全身コスチュームもないし、でチビペットもなんかうーんっていう、まあ、ラブバードっていうのが一応一種類いるけど、まあそうでもないかなって感じなんで、まあ、そこら辺考えるとまあうーんって感じっすね。はい。で、まあイベカラーも別に去年とそんな変わり映えしないので、ピンクと赤中心みたいなそんな感じなので、で、まあホワイトもあるので、まあディノールビノじゃないけど白っぽいやつもゲットできるので、まあ、全然ね、色的にはいい感じかなと思いますね。まあ、そんな感じが今回の、新しいものであったり、まあイベカラーの種類っていう感じになっております。それでは最後にバレンタインイベントに関してざっくりやっていきたいと思います。で、まあここの辺に関してはね、ちょっと簡単にやっていきたいと思います。で、一応ね、詳しくね、知りたい方に関しては、まあ、事前にね、まあそろそろね、バレンタインイベント来ますぜっていう形で、去年のね、イベントを元にこういったイベントでしたよねっていう動画も出してますので、一応ね、動画詳細欄貼っときますが、まあ、そんな感じでね、今回はざっくりね、まあ簡単にバレンタインイベントどんなものかっていうのをお伝えしていきたいと思います。で、バレンタインイベントに関してはチョコレートとキャンディっていうのがあって、その2つをね、ゲットして、まあイベントの素材としてね、やっていくっていう話なんだよね。で、その素材の入手経路が2つあって、なんかハートマークが出てるかなりけしからんシーラカンスがいるんだよね。非常に遺憾のいい表面したいシーラカンスなんだけど、はい、まあ、そのシーラカンスを釣りで、まあ、釣るみたいな。で、釣りの有効なポイントとしては、ハチミツを餌にすると釣れやすいので、ハチミツを使ってガンガンで、ね、その一帯のまあとりあえず、まあ、こういったね、ハチミツを釣り竿につけて餌として使って、ガンガンシーラカンスを根こそぎ取っていって、ハートを栽培させるみたいな形のやり方が多分ね、ベターかなって思いますので、まあ釣り竿に蜂蜜ぶっ込んで、とりあえず根こそぎいっちゃえっていうのが一番いいんじゃないかなみたいな、そんな感じですね。で、先にハートが釣れちゃったら、もうとりあえずね、いるシーラカンス全部キルしちゃって、まあ次のシーラカンスを沸かせるみたいな感じで、シーラカンスを釣った時に、その魚の釣ったタイミングの左の方にアイテム報酬としてチビペットであったりキャンディーとかチョコレートがゲットできるっていうような形になっております。で、もう一個パターンがあってね、それをね、ブリーディングをしたタイミングでゲットできるんだよね。これね、2パターンあって、妊娠恐竜は妊娠したタイミングで、卵恐竜は卵を産んだタイミングっていう感じになります。そのタイミングで確率で 15% か 25% だっけな、そんな感じの、まあ、ちょっと低い確率でチョコレートもしくはキャンディーを落とすというような形になってますので、まあ、とりあえずおすすめとしては、ペンギンとか、なんかまあ何でもいいんだけど、ドードーとかでも、まあ、そういった感じでブリーディングの回転が早いところをバンバン回して、チョコレートとかあとキャンディーとかをとりあえずムチでバンバン打って卵と一緒に回収していくみたいなのがいいんじゃないかなっていうところではありますね。まあ、なのでこんな感じで雪袋とかめっちゃいるんだけど、こんな感じでいるんだけど、まあ、これで一斉にバーって産ませて、で回収していってみたいなのも全然ありだと思いますので、まあ、自分のブリーディングのついでとかでもできますので、非常にね、いい感じの、まあ、やり方というかね、手段なんじゃないかなみたいな感じですね。一石二鳥というか、日頃やってるブリーディングっていう行為に、まあ、プラスアルファの付加価値がつくので、まあ、結構ね、意外にいいんじゃないかなみたいな、そんな感じではありますね。といったところでね、一応ね、イベントの内容としては、その2パターンですね。基本的には釣りをするか、ブリーディングをするかですね。で、まあ、ぶっちゃけ言うと、釣り、微妙っす。はい。なので、釣りは効率きっちりっす。はい。っていう感じなので、まあ、やるとしたら、ブリーディングが一番いいんじゃないかな、みたいな、そんな感じではありますね。といったところでね、ぜひね、まあ、ブリーディングしてみてはいかがかなっていうような感じになっております。で、あとはね、一応ね、最後にね、公式サーバーの倍率をお伝えしていきたいと思います。まあ、こちらになりますね。3倍が経験値、採取、テイム、ブリーディング。
で後輩間隔が 0.5 倍に短くなって、でヘキサゴンの倍率が 1.5 倍になるっていう形ですね。でまあ最初にも言ったんだけど、ジェネシス2のワールドバフね、ミッションをクリアした時のバフっていうのが倍率上昇がなくなるので、それだけはご注意くださいっていうような感じですね。で非公式サーバーの人とかワンチャンね、あの手動でオフにしないといけないかもしれないから、もしあれだったら手動でオフにした方がいいし、あとはなんかサーバー再起動とかしてバフをあらかじめ切っておいた方がいい気がするので、そのような対策をまああのローカルの人とか引越しサーバーの人はやった方がいいんじゃないかなみたいな。ただね、あのワンチャンすごくセドリックとドリーがもうたまたま奇跡的にもう1億年に1回ぐらいの機能聞き方が来て、でなんとローカルとか非公式サーバーもパッチを当てたら、まあ、あのイベントの時って毎回アップデートが入るのね、最初ね、そのパッチを入れた際に一緒に全部のサーバーとかローカルとかが適用されて、ちゃんとワールドバフが切れますみたいな感じになるのであれば、まあすごくいいんじゃないかなと思うんだけど、まあそこはちょっとね信用度があんま高くないから、彼らははい運営ちょっと不安定だからね。なのでまあそこら辺を考慮して、まああの一応切っといたり再起動したらいいんじゃないかなみたいな、そんな感じではありますね。なのでそこだけね、サーバー運営者とかローカルで遊んでる人は注意くださいって感じ。公式サーバーは確実に、ね、多分オフになると思うからあれなんだけど、他がちょっと分かんないからどうなるかは俺もよく分かんないって感じ、ぶっちゃけっていう感じなので、まあとりあえず釣り楽しみつつ、ブリーディングがね、あのおまけでいろいろね、あのアイテムゲットできますので、まあ、それでねイベントスキンとかそういったのを作ってもらえればまあいいんじゃないかなみたいな、そんな感じではありますね。まあなぜか水着3種類だけなので、まあ今回は1週間ですね、まあ、短いので、まあできるだけね、まあ最初の方にゲットできるといいんじゃないかなみたいな、そんな感じですね。いつも通り2週間じゃなくて半分なので、そこだけお気をつけくださいというような感じですね。それでは本日もそれでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。